開催される世界選手権をターゲットに開発を進めてきましたが、ストックラスで走行させていただいても2014に比べて走行フィーリングが格段に向上していると思います。圧倒的に違うのは左右基礎のないステアリング特性です。従来の BD7-2014は2ピースのモーターマウントを採用していまして、それだと予期せぬクラッシュが起きた場合にトリムがずれてしまうようなことが起きてたんですね。2015ではモーターマウントを一体化することで、クラッシュした時にトリムなどのズレを防止してくれます。バルケットキャップは従来よりも4ミリほど低重心化されています。合わせて以前採用していた固定用のピンを排除してキャップ部分の剛性を落とし、さらに今回は左右のバルクヘッドを連結する、クロスのバルクヘッドを採用しています。このクロスのバルクヘッドを装着することで車のフォワードトラクションが向上します。従来のようにシャーシは一周するような、固定方法を選べますが、今回採用したバッテリーをフローティングさせる固定方法で使用すると、シャーシの左右のねじれが、より均等になり、走行時の癖も軽減されます。バランスウェイトですが、ビスで固定する方法は従来と変わりありませんが、シャーシと干渉する部分をできるだけ最小限にしてシャーシ剛性に影響が出ないデザインにしています。オプションで発売するフォワードモーターコンバージョンですが、モーターの搭載位置をさらに1センチほど前方に移動させることが可能です。フロントに荷重がかかりやすくなることで車を曲げやすくなり、さらにリアタイヤの負担も軽減されます。そうですね、2014に比べてコーナリングの旋回性がすごい上がったのと、旋回性が上がったにもかかわらずグリップ感がすごい確保できるっていうところが一番の魅力だと思います。全体的に2014に比べてもっとリニアになったっていうか感じはしますね、はい、よりこうなんていうんですかね、こう自分のイメージに近寄る車になったと思います。そうですね、今回暑いところでやるんで熱だれがすごい一番の問題で、まあ、それタイヤに負担をかからないような、まあ、車のセッティングにして、まあ、もう人間自体がまずこうタイヤに面圧をかける運転をしちゃうので、はい、まあ、それも直しつつ車でもこうなるべく後半までラップを落とさないで戦える車にしていきたいなと。
BD72015 は全てが2014を上回っています。ぜひ体感してみてください。